まあ正直課金に悩んでる人は引かなくていいと思います。おいチャマト、またコナミにやられた、やり方使い方教えてくれっていう人はぜひこの動画見てください。来た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 、ジャマくんちチャンネル、パーチャマでございます。私の名前はチャマ、ウィニングイレブンの実況しております。今回はですね、昨日のガチャできました、アーセナルアイコニックボンバーしていきたいと思います。まずですね、アーセナルアイコニックできたのはビエラ、そしてロシツキー、アルシャビン、その類まれな3人の中からこいつやったら使えるぞっていう人を1人に縛りました。まずこのロシツキーとアルシャビン、能力見るとロシツキーはワンタッチパスあって、ミドルシュートあって、スキルいいね、スルーパスもあるよと。で、能力見るとパッと見ね、あれロシツキーの方が青が多いぞ、強そう、なんなんなん、使ってみた感じアルシャビンの方が強かったです。うん、ロシツキーはね、まあボールキープ、グラウンダーパス、ボールコントロールって高い能力の項目あるんですが、ぶち抜けた個性がないんですよ。だから使ってみても、こいつなんだと、変やな変やなとしか思いません。どう使えばいいかわからない。一方アルシャビンはやっぱちびっこのドリブル、そしてボディコントロール、この高い能力があって、何より逆足43、ここがね結構レアリティが高いんですよ。例えば似たタイプでインサイドレシーバーメッシ、これね、能力かなり高いですね。まあ技術系が高いです。ボールコントロールとかパスとかね、パスはまあ一緒ぐらいか、まあボールコントロール、オフェンスセンスとか高いですね。ただフィジカル系見てください。スピード、瞬発、キック力、ジャンプ力、フィジカルコンタクト、ボディコントロール、スタミナ、すべてアルシャビンがボンバーしてます。ということはですよ、まあプレイヤーが選手の足を速くすることはできませんが、ドリブルとかボールキープ、ボールコントロールっていうのは、ボールをね取られないこうために必要な技術、ギリギリまで引きつけてキュキュって抜けるみたいなとかはドリブルとかボールキープ。ただその能力が低くとも、距離感さえ間違えなければ重い選手でも相手にボールを取られないっていうことはできるんですよ。でちびっこアルシャビン、なおかつよ、なおかつこの逆足頻度、アルシャビンは4、メッシは1ということ、利き足じゃない方をより使う方がアルシャビンっていうことだよ。よりね、意外と172と170、身長ちっちゃい。で、狭いところでのプレーはメッシが一見得意そうに見えますが、僕はアルシャビンの方が狭いところでのプレーが得意だと感じます。なんでかっていうと、やっぱ逆足ですよね。例えばメッシだったら左足でしかターンしない中、ボール持ってこっちにターンしようとしたら、こっちの足でドリブルしちゃう。じゃあディフェンスの足グーン出てきて取られる。で、普通だったらディフェンスこっち背負ってたら、こっちの足で相手の遠くにボールを置きながらターンしたい。それがアルシャビンだったら右にも左にもできちゃうよということで、そこをね見せていきたいと思います。では試合にレッツゴー、そしてロシツキーのなんやねんこいつ感も見ていただけたらと思います。まあ、ロシツキーね、でね、アルシャビンはね、俺狭いところでプレーさせればいいから、あの今流行ってる 3CF の一角に置くとかなりいいと思います。でメッシよりね、僕はいいと思いますね。やっぱり利き足がやっぱこう例えば 2CF の 1ST とかで ST のところで使うと、右にも左にも後ろに味方がいて、ボール受けてこっち行ってこっち行って、どっちもできる方がいいと。メッシはね、やっぱね、左足以外を使ったターンとかがあまり得意ではないです。その辺をお見せできればいいなと思います。では行きましょう。ということでチャンピオン隊が来ました。これね、やっぱチャンピオン隊って言ったらね、やっぱり中央をかなり固めてきますよ。今作はね、そういうゲームだから。あーでもね、3バックか。で、僕の場合は 3CF じゃないですが、ここアルシャビンをここに入れて、カウンターターゲットをつけることによって、こう疑似 3CF みたいな感じの形を作りたいと思います。で、ここね、モラタちゃん、ケインちゃん、ムバッペちゃん行こうかな。ケインちゃんの方がいいかな。相手の3バックが、まあ、フィジカルがそこまでなさそうなんで、ここケインちゃんでいきましょうと。で、まあ、ロシツキー、ロシツキー ST、 ロシツキーな、 ST が意外と微妙なんですよね。だから OMF でいくかと。ここロシツキー入れちゃう。ロシツキーの良さはやっぱね、ロシツキーの悪さはやっぱ逆足に
こんだけドリブル系の能力高くてもやっぱりね逆足が使えないとねちょっとねってこうドリブルやっぱ利き足の方でボールを扱いながらターンする方向遅くなっちゃうんです。だからそこもねぜひね見ていただけたらと思います。さあまあ迷ってる人もいると思うんです。だからね正直アイコニックで、今週のアイコニックアーセナル、まあ迷ってるよって人はねこの動画ぜひ使ってください、見てください、参考にしてください。でいや俺はもう引かないって思ってる人はもうシャマの右吉と左吉の揺れ具合でおこいつ興奮しとるな、こいつ浮いで楽しんどるな、そこだけね分かっていただければと思います。やっぱりねアルシャビンちゃんはまあシュートも打てますね。ただね残念なのが固有パフォーマンスがないんですよ。こういうなんかよくわかんない、よく 見たことあるなそれみたいなパフォーマンスだけでした。さあ行きましょうってことで、はい、でここはいはい、こうやってねもうどっちにもどっちの足にもこうやってタン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 いけちゃうわけですから、あダメだ、よし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 、一番奥ケインちゃん、よし、アルシャビンちゃん、アルシャビンちゃんどうすんの、オラオラオラっつって、アルシャビンちゃんやっぱ足も速いんで、こうやってボールをねやっぱ背負われた時に取り切るっていう能力がないですが、こうやって行くぞーってプレッシャーかけるだけのディフェンスだったら結構いけますよと。でプレッシャーかけたからやべえ取られると思ってパスを出したら、まあ、センターバックとかねそういうアンカーの人がキャインしてくると、やめてくれと、あ手前が空いてた、これまずいです。ナイス、ロシツキー頑張った、ロシツキーが守備頑張ってる、ただパスがね今どっちの足で出したと、やっぱ利き足だじゃなかったからじゃないのと。いいよ 1B いいな、はい、アルシャビンをねもうちょっと、おアルシャビン、アルシャビンいけいける、はい、あ惜しい、おほらほら、あほらこっちは惜しい、今さ前向けたらやばかったよね、ちょっとあそこはやっぱりフィジカルがあんた弱いねと、あんたフィジカル弱いねっていうところがやっぱ出てきちゃった。ここもうちょっと惜しいな、あれよあれキュ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 ね、キュ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 で、アルシャビンを使った時はちょっと一回失敗してほしい、普通だったらこんなとこでターンできないよなみたいなのをぶちかましてほしい、そこをねやっぱりかましていく、そのあたりにこうやっぱりね道は開けてくるんですよ、普通のやつと一緒だと思うなよと。 OK、さあリュングベリーで前いてね、これもう当てちゃってもいいかもね、アルシャビンビンビンが、はいボンボンボン、パスもいいよと、アルシャビンビンビン、いけるいける、あ一体味方が邪魔だったな、うわいらんのかい、全く曲がってなかったね今、こうフォークみたいな落下してたよ今リュングベリー、いいよ。でもやっぱりねフィジカルでグンやられるときついんですよ、フィジカルがない分、ただなんかギリギリのタイミングでどっちが前出るかなみたいな時はフィジコンなんで、俺今のもさ敵が近づいてくる方にターンしてパスが出せた、今のはもう足の短さで、これあ惜しい、足の短さ、足が短いからこそこう体の向きを変えてもあんまりこうなんていうの方向が変わらないわけよ、方向が変わらない前に進まないみたいな、はナイスジュレー、ジュレ最強、あジュレそれはあかん、それはあかんで、出てくれ出てくれ頼む、出ないな、おナイスジュレ、で出ないでくれ出ないでくれ、あ取れないな、でも出た方が良かった今、そういう感じでアルシャビンの良さ生かしていきたい、露出キーの悪さ見せていきたい、これは非常に難しいですね今ね、非常に難しい、今の体勢的にクリアしちゃっても良かったかもしれない、ロシツキーが、ロシツキーが、ほら、逆サイドから、頑張りますって来てるよ。ロシツキー。これ出ないな。ちょっと、難しい処理が増えてますね。ここ最近。アルシャビン、あ、惜しい。あそこね。今のところでワンタッチ持ってればというところです。ちょっと、これ勝ってくれないと。きつい、これ勝ってくれないと。OK、OK、OK。はよし。決めてくれ、アルシャビン。ちょっとねやっぱ相手の実力が結構あるんで深い位置まで攻められて、なんて言うんだろう、
ショートカウンターができてない。もうショートカウンターでの狭いところでこそやっぱアルシャビンの良さは生きてくるというところを伝えたいですね。はい、あ、そっちじゃない、上行ってほしかった。これ怖い、これ怖い。 OKOKOK。で今週はね、結局誰がいいのか分からずにバストーニを使ってます。先週あんだけ文句言ってたのに。いいよ、ジュレ。ナイスナイスナイス。バストーニいいぞ。ここでさ、アルシャビンちゃん。アルシャビンちゃん。アルシャビン、はい。いけるアルシャビン。ああ先に触れ。ねえ、今さ、フォルランがいいパス出してたら、もうアルシャビンちゃん優勝だったのに反応してた。ちょっと待って、これ取れるんじゃない？取れない。戻れ戻れ戻れ。オッケー、外出してほしいな。あ、オッケー。ああ、逃げられたね。もう一回中？あ、これまずい。オッケー、ナイス、ワンビサーカー。露出キーぞ。ね、露出キーはさ、ほんと悪くないのよ。でも良くない。何ができんのあんたって感じなの。おー、よしよし。お、ある？これはもうちょっと一旦落ち着かせるか。いや、これさ。一時ね、もうちょっとなんか深い位置でキャインするとこ見てほしい。でいいよアルシャビンつって。でここグーン。ロスキー、あ、ロスキー、いいパス。ロスツがキーした。あれ、ロスツキーいいのあんた。ポジショニング良かったね今のは。オフェンスセンスだ。ただちょっと相手がさ、ちょっと待って、カーソルカーソル、アイシャオ、クリアでいいよ。ナイス。ちょっと相手がミスっちゃってたとこあると思うのよ。ね、人が足りてなかった。だそこを見抜いた露出機、素晴らしいっていうとこもあるけど、まあ、相手のミスで1点もろただけちゃうかという声も聞こえてきそうです。うん、ちょっともうちょっとね、高い位置でボールを取って、ただね、相手がやっぱサイドハーフいるんで、深い位置までね、結構中央のプレスを無効化されてるんですよね。ショートパスができれば、ショートパスじゃない、中盤で取ってショートカウンターができれば、マジでアルシャビンの思うツボなのよ。これ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 からのここでこれ、あ、ショートパスゴミ。アルシャビンお前頑張れよ、お前プレゼンしてんだぞこっちは。今結果出さないのにいつ出すんだ。さあアルシャビン、いいね、いいとこいる。オッケー、いいじゃん。やっぱあれ狭いから。うわー、ねえ、ケインさ、あんたさ、なんで動くのそれ。もうそこにいてくれたらいいっていう感じだったのに。戻せ。もう一回。オッケー、あ、ちょ、危ない。そのさ、ね、ほんと、触れないんだったら勝手に足出すのやめてくれる？俺はさ、もうパスコースに入って、絶対取るぞ、おーって、うわ、ほら、絶対取るぞ、おーって気持ちだったのに、絶対取られてるわけよ。この悲しみをね、どう表現すればいいのって。あ、いいんじゃない？ああ、いやいや。また露出機がちょっと活躍してくれないと、ちょっと厳しめですね。うん。いや、サイドから結構来ますね、やっぱね。ナイス、ジュレ！露出機、お前！ほらー！お前、逆足使えないからそういうターンになっちゃうの！わかる？バレてるか。ここ。はい、こう。お、ナイス。ジュレいいぞ。ジュレのやっぱ、いいね。あ、ここ開くんじゃない？アルシャミンから？あ、惜しい。ケインちゃんがもうちょっと足早ければね、先に触っていくんだったけど、でもケインちゃん、あんたの仕事はそれじゃないんだよ。いいんだよ、あんたそれで。あんた生かしてるね。はい、はい、まずいよ、まずいよ。OK、ナイス。バストに素晴らしい。さっとし、お、いいね。ここどうだ？あ、ダメだね。パスズレおじさんだ。これはもう地獄の4トップをかましに行くしかないかな。いいぞ、アルシャビン。抜ける？抜けないね。こういうのは無理だね、アルシャビンは。フィジカルないから相手をグイーンって前に出ることは不可能です。地獄の4トップいきますか、これね。あー、これ地獄の4トップいきましょう。で、ここね、中盤がキャインしてるんで、ちょっと待って、地獄の4トップにして、ここでいいかな。で、ここはアルシャビン。
STR よね。あ、適正ないかもね、これね。で、モラタでしょ。で、ケインちゃんどうぞ。マーカス・ラッシュフォード。ケインちゃんはいいや。ケインちゃんそのままで、ここマーカス。で、ここはネドベド。これどうですか。これでいきましょうと。うん、そして相手ですね。スリーバックだから、キャインされると思うんだよね。だってもう2枚数がもうそもそも違うから。で、プレエリア制限入れたいね。こっちのディフェンシブいらないから、プレエリア制限。で、カウンターターゲット。あー、あと1枚こうカウンターターゲット。これでどうですか。これでキャインですか、どうですか。もうね、一網打尽にできますよ。中盤、無視できるから相手の。カウンターがいいんだよね。ここからじゃなくて。ここからじゃなくて、カウンターがいいのよ。枚数が違うから。いやー、そこのパスミスるかな。誰だろう、ネドベドか。お前らよ、気合い入れていけ。ナイスジュレ。ここ、ここ、ここ、ここ。クソパス。ほらほらほら。あ、人足りなくないつって。あ、いけたな、今。いけたね、今。アルシャビ抜けてたね。ここ取りたいね。まずいよ、これ。中、向かせないぞ。外行かせろ。オッケー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 。いいリトリート。世の中にね、悪いリトリートが溢れてると言われてるこの時代に、こんなにもいいリトリート。あ、洗濯物が終わった。ちょ、早く、どけろ、どけろ、マジで。もうシューバー邪魔。もうなんでシューバー今ブーンなってたやん。せっかくうちのアルシャビンちゃんがね、あれアルシャビンちゃんにフィジカルがあればって話ですよ。ダメだから。ああ惜しい惜しい惜しい。まだいける、まだいける。よし、まだいけるよ。ダメ、危ねえ。これラッシュほど勝てる、お前の高さ。はあ、ここまで剥がされちゃったらきついよね。ここ早く当てられるのはすごいありがたいですね。おい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 、よし、これでもさあちょっと大変になってくるね、こうなるとね。ナイス、人足りなくない。いやクソパス、腰食うなってた。チャンス、まあ、まだ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 、人が足りない、人が足りない。中盤がいない、中盤のマイナス当てるところがいない。おっ、ケイン頑張れ。中盤やっぱちょっと作戦ミスかもしれん、これ中盤がいないから。あそこ下げるとこないね。ジューレナイス、お前大好き。おい、ジューレがさ、こけるってことは、相当なパワーが引っかかってるってことよ。え、ここーつって。ここでね、これよ。あ、モラタ、モラタ、よし、これ簡単、簡単に1点目。はぁ、うぅ。やっぱ対戦相手いるから、リスペクトね。はぁ、うぅであんま大きい声出しちゃうと。なんかうざいなってなるから、はぁ、あ、うーはちょっとおとなしめに行きたい。お前出せ、よし、ここじゃない、モラタ。あ、あ、アルシャミン、アルシャミン決めてくれ。最後まあヒーローになれ、ヒーローに。もう、あははははは、人が足りないね。人が足りないっていうのはこんなにも、こんなにもね、虚しい結果になるのかと。人がね、足していこうと。牛毛ラッシュ、お前スピード見せろ。もうぶち抜け、ぶち抜け。あんまり、ここね。いや、ちょっとパスずれ。ラッシュ、アルシャビ、アルシャビ、アルシャビ、頑張れ、アルシャビ。フィジカルは無理よ。これ潰したいな。オッケー、ナイス。無理しない、これ無理しないよ、これ無理しない。はい。時には無理しちゃうのも大事。ねえ、ネドベドちゃん、マジタイミング微妙、今の。分かってない、それはネドベドちゃん。はい、ということで、アルシャビンビンビンパーティー、いかがでしたでしょうかと。確かに、そこまで活躍はさせれませんでした。だけどね、うん、僕は満足してますよ。とても気持ちいいです。で、露出キーの方がね、活躍してたけど、まあ、結構微妙です。まあ、トータルね、トータルの結論から言うと、どっちもそんなにもうこいつの代わりはいないなっていうぐらい強くはない。ただ使うとしたら、そういうところ特徴を生かしていけみたいな、この船を漕いでいけと、お前の手で漕いでいけ、
わかりますか、 YouTuber の言うこと聞くな。お前が泣いて喜ぶものにお前のオールを任せるな、ね、あ、船の話だったんだということでございますよ。ということで、まあ正直課金に悩んでる人は聞かなくていいと思います。おいチャマト、またコナミにやられたやり方、使い方教えてくれっていう人はぜひこの動画見てください。ではさようなら。パー入れ大好き。